とメスタさん、で陽慶神とこれ勝った方でベスト4ですね。シャガダイ対空投げて、おっとドリルが漏れたか、あ、中盤ダッシュ台足が確定かな今のは。あのね、大技系ブロッた時の国の詰め方が半端じゃないんですよね。ああいうのちゃんと、あっとっと漏れた、これはちょっと噛み合ったか、大パン速投でもワンブロの、いやですね、対空灼熱に大形がついている。ハドケン上り中盤、うーわー、こっちも対抗豊富だな。なるほどね、あのジャンプ中盤相当判定強いんでね。今の前歩き一生歩いたね今ね、2キロぐらい歩いてましたね今ね。あー今度は上り台形、やっぱりね、さっきのシンタもそうですがね、こういうのを見るとね、状況状況のバリエーションの豊富さをね、やっぱり見て取れますね。投げてジャンプ中盤、タッチ中盤が波動電陣、速投はちょっと空振っちゃって、その隙をしっかり電磁エレックを叩き込むが、った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 後ろ投げスタンしないけど、さあネクロどうしのぐ、ドリル、あ、まずい、これはワンワンと、まずは国さあ2本目です。開幕は後ろ下がりとスネークからスタート。ジャンプ台形、対空電磁はまあセーフ。うわー、シャガダイ強え、ドリルの判定も強えんだけどな、シャガダイの判定やばいね。ここからはいわゆるチワワモード、チワワモードっていう響きを久々に聞きますが、全然キビキビしてるからチワワって感じもしねえんだよな。上り中盤マジで上への反応が早い、波動電磁ずらしてきた、レベル4でんでんでんで7ヒット、しっかり立ってる。ネクロの連続技の起点となる位置にいねえな竜側が。今度はドリルの角度を変えてきた、壊しエレクつながんない、このチワは首が3つぐらいない、うん、ワンチャンあるな、あ、うまっ、あー2回目通用せず、つながってないのでワンブロ EX 勝利でした。勝ったのは国。